こんばんは。今回はようこそ実力至上主義の教室へ第5巻の感想をネタバレ終わりで言いたいと思います。5巻のテーマは堀北の成長。俺はこの巻が一番好き。今回は体育祭がテーマなんだけど、妖術の体育祭は一筋縄ではいかないんだ。体育祭では坂柳クラスと堀北クラスが赤組、龍炎一ノ瀬クラスが白組で体育館での顔合わせのシーンがあるんだけど、そこで龍炎が一ノ瀬と全く協力しようとしないんだ。堀北はまた龍炎の意味不明な行動だよと視野を狭く持ってるんだけど、ここでの綾小路先生の指導タイムがいい。龍炎は勝つことに対しての考えを放棄しない。つまり一ノ瀬との協力関係を結ばないのは勝利への道筋を思いついてるからと教える。堀北には教えなかったが、読者には教えてくれた龍炎の秘策とは何か。それは堀北クラスには龍炎クラスとつながる裏切り者がいるということ。誰なんだ裏切り者は。櫛田です。食い気味に櫛田です。この体育祭が始まる前に龍炎の策に気づいて教えてくれる綾小路最高。堀北はそんなことみじんも考えずにクラスの出場表を決めて提出してしまう。龍炎がめちゃくちゃ堀北を攻撃して圧倒的ヒールとなる。いやもうこのシーンは龍炎めちゃくちゃ悪役。誰がどの競技に出るか分かっている龍炎は、須藤のように運動神経抜群の相手には弱い相手を当て、堀北のようにそこそこ運動神経がいい相手にはめちゃくちゃ運動できる相手を用意して操殺する。堀北は障害物競争で龍炎のクラスの木下により衝突させられ、足首を捻挫してしまう。それだけではなく、木下が大怪我したのを堀北のせいにされ、100万プライベートポイントと土下座の要求。ここでの要求もむちゃくちゃではなく、龍炎が手を打っているので学園側も堀北が悪いというジャッジになる可能性が高かったんだ。また龍炎は須藤を挑発し暴走させ平田を殴って離脱させる展開にまで持っていく。さすが龍炎の策略、堀北ではまだ届かない。もうこの間は堀北を徹底的にボコボコにしてた。心も体もボロ雑巾のようになった今、堀北は成長していく。須藤との対話では自分のうちの全てをさらけ出して本心から須藤と向き合う。みんなに認めてもらいたい須藤と兄に認めてもらいたい自分は似ているということ。須藤の弱さと向き合うことで自分の弱さに向き合った堀北は成長していくんだ。本心からの説得は須藤の心を動かし、9年間幼稚園を含めれば12年間ぼっちだった堀北に初めて仲間というものができる。さあここまで綾小路の活躍もなく堀北クラスがボコボコにされるのを読まされてフラストレーションが溜まっていた読者を吹っ切るシーンが来る。それは堀北すずねの代走として綾小路がリレーを走ることになるこのシーン。アンカー綾小路は同じアンカーである堀北学と話していた。体育祭で堀北クラスを見ていた学は先ほどまで救いようのないクラスだと思っていたが今ではそれを感じられないと。すると綾小路があんたの妹が変えたんだ、うちのクラスは強くなるぞ、そんな家庭に興味はないという学に、俺個人には興味があるか、かけっこくらいは勝負してやるよという綾小路。堀北学はリードを持って渡されたバトンを受け取るが走らない。綾小路との直接対決を決めた。そして綾小路にバトンが渡る瞬間、綾小路が勝負前に一言言っておく、全力で走れよ。うわーかっけー。開幕フルスロットルで駆け出し、前の走者もぐんぐんと抜き去る。歓声も知略も戦略も関係なく、隣にいる堀北学との一騎打ち。ほらもっと加速するぞ。怒号のような大歓声がグランドに響き渡る。このシーンが一番大好き。かっこよすぎ。お前たち最高だぜ。うおー。そして堀北すずねと龍炎での決着では、直前の会話を録音した堀北のボイスレコーダーも虚しく、堀北は負けを認めた、完敗だったと。100万プライベートポイントを払い込むのと土下座を承諾し、今まさに土下座しようとした時、龍炎宛にメールが届く。ティーローリーティーローリー。そのメールには龍炎が木下を使って怪我をさせようとする打ち合わせの音声が入っていた。龍炎の策略も綾小路には届かない。3巻の時と同様に龍炎を手のひらの上で転がしてるよ。龍炎の策略は綾小路がすでに見切ってもう対処してたんだよね。堀北がボロボロになる状況も櫛田も龍炎も手のひらで踊らせてた綾小路。これにより堀北の件は解決され、龍炎は堀北の裏にいる存在を探し始める。綾小路が強すぎる。龍炎でもかなわない。そして誰もいない特別棟で綾小路を呼び出した人物のシーン。それは A クラスの坂柳。お久しぶりですね綾小路くん、8年と243日ぶりですね。いや細か。綾小路はお前なんか知らないと立ち去ろうとするが、ホワイトルイ、その一言で足が止まる。偽りの天才を葬る役目は私にこそふさわしい。その坂柳の一言にそう願いたいものだ。俺自身の敗北はあの男を打ち負かすことになる。お前に俺が葬れるのか。
自身の敗北を望む綾小路の過去が少しだけ明らかになったこの5巻、一番好きなんです。最後に一言言わせてもらうなら、坂柳めちゃくちゃ可愛い。